はいどうも、プレスの T です。今日はですね、 E 判定に備えろというところでお話ししていこうと思います。皆さんの中にはですね、すでにもう模試を受けたよっていう人もいると思いますし、これから先もね、どんどん模試っていうのをたくさん受けていかなきゃいけないわけですよ。で、そうなった時にですね、模試っていうのは良くも悪くも判定っていうのが出るわけですね。で、そこであまり良くない判定、例えば E 判定とかですよね、こういったものが出るとやっぱへこむじゃないですか。で、へこむのはわかるんですけれども、そこでの対応の仕方っていうので、今後ね、成績が大きく変わってくるっていう部分があるので、今日はそのことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまずですね、模試の判定システムっていうものについて少し説明をしておきたいんですけれども、模試が返ってきた時に皆さんどこを見ますか？やっぱ最初に見るのは判定ですよね。 A とか B とか C とかみたいなね。で、これを見るわけですけれども、もう一個ね、偏差値っていうのを見ると思うんですよ。で、受験生っていうのはですね、偏差値に非常に敏感なので、自分の偏差値がどれぐらいかって割とよく覚えてると思うんですけれども、これ模試によって割とばらつきありますよね。まあもちろんね、その時の出来不出来っていうのによって大きく変わるものではあるんですけれども、まあある程度こんなもんかなっていうのが分かってきますよと。で、同じぐらいの偏差値だったのになぜか判定が違うってことあるじゃないですか。で、これは当たり前の話で、そもそも模試といってもですね、受けている層が違ったりするっていうケースがあるんですよね。なので一概にもですね、偏差値と評価っていうのが一致するとは限らないんですね。じゃあ模試の判定っていうのはどういうふうに出してるんだって話なんですけれども、これはですね、過去のデータを使ってるんですね。模試って言ってもかなり長い歴史がありますので、例えば5月の段階でこのテストでこれぐらい点数が取れてましたよと、じゃあ多分合格するんじゃないかなとかっていうのをまあ出してるだけなんですよ。で、ここで考えてほしいのはですね、あくまで統計上の話だよってことなんですね。ここのところをですね、ちょっと勘違いしている人がいて、例えば E 判定っていうのが出たらもう絶対に無理だっていうふうに言う人がいるんですね。E 判定って言った時にですね、結局のところ、まあ確かに厳しいこと書いてありますよ。志望校の変更の検討が必要ですみたいなね、まあ、こういうこと書いてあると、あ、もう俺絶対受からねえわっていうふうに思ったりする人いるんですけれども、やっぱりね、あくまで統計的な話なので、普通に受かる人もいるんですよ。で、そういった人が単純に少ないってだけの話なんですけれども、そこでね、やっぱり E 判定っていうのを見た時にへこんでしまって帰ってこれないっていう人が結構いるんですね。で、面白い話があってですね、模試の結果っていうのはあくまでその時点での話じゃないですか。例えば5月だったら5月で、7月だったら7月とかみたいな感じで、その現時点での段階っていうので、まあ、これから先どれぐらい伸びていくかっていうところも考えて合格するか否かみたいな話をしてるんですけれども、これね、 A 判定の人は伸びるんですよ。で、逆にですね、 E 判定の人は伸びないんですね。これどういうことか分かりますかね。A 判定の人っていうのはですね、まあ、もちろん A 判定だからって油断しちゃうっていうね、リスクはあるんですけれども、多くの場合においてですね、 A 判定取ったと、じゃあ俺このままやってれば受かるやってところでしっかりそこから勉強するんですよ。で、勉強するからそのまま成績伸びるんですね。ところがですね、 E 判定を取った人はどうなるか。あ、もう俺ダメだと、 E 判定だから絶対もうこれ無理、勉強しても意味ねえやって勉強しなくなるんですよ。そうなると当然伸びませんよね。っていうことで、模試の判定っていうのがですね、現実のものになっちゃうんですね。まあ確かにね、難しいところではあると思うんですよ。判定を気にしすぎるというところがあるから、じゃあ模試を受けないっていうふうにするのかって言ったら、それはそれでまずいじゃないですか。やっぱ模試っていうのは本番に合わせたテストになってるわけですから、これをしっかり受けておくことによって本番になれるっていうこともできますし、やっぱ自分の弱点がどこかっていうのがはっきりとわかるわけですね。だから模試は絶対に受けた方がいいんですよ。となってくると、この判定っていうものをどう受け止めるか、これが大事になってくるわけですね。皆さんですね、レジリエンス教育って聞いたことありますかね。レジリエンスっていうのはですね、要は弾力性とか反発力、回復力とかみたいな話を言ったりするんですけれども、これどういうことかっていうとですね、自分がへこんだ時にそこからどのように挽回してさらに高いレベルに持っていくかみたいな話なんですけれども、このですね、レジリエンスの力っていうのが鍛えれてないと E 判定っていうのを取った時にものすごくへこんじゃうんですよね。じゃあどうやったらレジリエンスっていうのが鍛えれるかって話なんですけれども、これは割と簡単で、普段から間違えてください。あのね、受験勉強っていうのをしている時に問題を解いて間違えるっていうのを極度に恐れる人っていうのがいるんですね。まあこれはある意味当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけれども、間違えたら悔しいじゃないですか。で、この悔しいっていうのがへこみっていうのに変わる人っていうのがいて、で、へこむぐらいだったらもうそもそも絶対に間違えないような問題を解けばいいよねみたいな話になるわけですね。
で、まあこれある種正しい方向性ではあったりして、できるだけ簡単な問題っていうのを積み重ねていくと当然ね、成功体験っていうのが増えていくので、それである程度レジリエンスっていうのは強化できるって話はあるんですけれども、やっぱりね、大学受験とかっていうのを考えた時に最終的なラインって決まってるじゃないですか。これぐらいレベルが高い問題解けないとダメだみたいな。で、そうなってきた時に、そういう難しい問題っていうのは最終目標としてある時に、簡単な問題ばっかり解いていたらですね、途中でそれのチェックをしましょうって言って、強力な問題をバーンって模試とかでぶつけられた時に全く解けないってなったら、うわ、今までやってきたこと全く無駄だったよって言って一気にへこんじゃうんですね。でね、金属とかのプレートをイメージしてほしいんですけれども、金属のプレートとかって基本的に押しても曲がらないですよね。押してもビヨーンって跳ね返ってくるじゃないですか。だけどこれってものすごい大きい力を加えるとポキッて折れ曲がっちゃって、そっから元に戻りませんよね。これって人間でも同じようなことが起きるんですよ。で、これがじゃあ何か大きい力って何かっていうと模試に当たるわけですけれども、定期的に入ってくる模試っていうのがですね、かなり強力なパワーを持っているので、そこでいきなり E 判定とかみたいなどでかいねダメージを受けてしまうと、もう戻ってこれないってことになるわけですよ。ところが普段からですね、問題を解いて、まあ間違える、あ、なるほどと、まあこんなもんかなと、でそこで素直に流せって言ってるわけじゃないですよ。別にどうでもいいやっていう風にやるんじゃなくて、あ、なるほどと、ここが良くなかったんだと、じゃあここをこういう風に改善したらこの問題解けるようになるよねっていう習慣がついてる人はですね、模試でも同じことができるんですよ。模試の結果をね見た時に、あ、なるほどと、いい判定だったと、これはまあ残念だったなと、じゃあなんでいい判定だったんだろう、まあ、見てみると、あ、この問題解けてないとそれは確かに無理だよねと、でじゃあこの問題解くためにはどうしたらいいのか、これってなんか特別なことやってるような感じがするかもしれませんけれども、できる人からするとですね、普段やってることの延長線に過ぎないので割と簡単にできるんですよ。だけど普段から簡単な問題ばっかり解いていてですね、あ、もうこんなん余裕だと、全部これは問題解けるんだみたいなところで、それこそね、見直しっていうのをおろそかにしている人っていうのは、模試っていうのをなかなか直視できなくて、結局見直しもできないと。でそんなことやってる人がですね、模試で次の模試でいい成績取るってほぼ不可能ですから、ずーっといい判定っていうのが続いて、最終的に成績も伸びずに、ああ、第一志望無理だったってことになっちゃうわけですね。まあね、怖いっていう気持ちはわからんではないんですよ。やっぱりね、わからない問題っていうのがいっぱい出てきて、で間違えたってなってきたら入試とか合格しないかもしれないっていうところにまあつながっちゃって、うわ、なんかもう本当にどうにもならないなと、もう勉強っていうの嫌だなっていう風になるとは思うんですけれども、ちょっとね、皆さんチェックリストっていうのを作ってみてほしいんですね。まあ、別にね、そんな大行なものじゃなくていいんですけれども、とりあえずね、問題番号っていうのが書いてあって、でその隣にカッコみたいなのが書いてありますよと。でとりあえず問題一周解いてみてください。で丸とか×とかつけていってほしいんですよ。正解したら丸、間違えたら×ですよ。で最初全部×がダーッてつながると思うんですね。まあ、これ当たり前じゃないですか、初めて見る問題なんだから。でだけど2周目っていうのはですね、おそらく1周目よりはできるようになってると思うんですよ。全部が全部っていうのは無理ですよ、当然ね。だけどとりあえずちょっとでもできるようになっているのは、そうやってちゃんと視覚化できるじゃないですか。でこの視覚化っていうのがすごく大事で、あのね、勉強をやっていてなかなか続かない人っていうのはですね、成長っていうのが実感できないっていう部分が大きかったりするんですね。なので結局のところ勉強したけど全然結果出なかった、もうだから俺は勉強やっても意味ないってなりがちなんですよ。これはですね、模試っていうものしか判断基準がない人っていうのによく起きるケースなんですけれども、模試ってやっぱ結構レベルが高くて、ちょっと勉強したぐらいでなかなか成績出ないんですよ。だけど実際問題ですね、水面下では実力ってついてるんですね。でここのところっていうのはまずしっかり認めてあげるのが大事。ちょっとでもやったらちょっとは伸びるんですよ、間違いなく。だけど模試っていうので結果が出ないから、結局ゼロだと思っちゃうんですよね。なのでちゃんと自分がやった分っていうのは少しでもいいからできるようになってるっていうのをまずはしっかりと自分で自覚する。でこういうところから始めていくとですね、少しずつ間違えても、あ、ちょっとは次できるようになってるから大丈夫って、どん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 自信がついてきて、模試とかではあまり出なかったとしても、まあ、次があるよっていうふうに考えれるようになるので、まあ、皆さんぜひやってみてください。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあね、模試っていうのは受験生にとっては相当大きなイベントですよね。でそれが帰ってきたらね、友達同士でいろいろ話をしたりとか、 A 判定だったぜとか B 判定だったとか、いや俺 E 判定だったよみたいな、でいろいろ話はすると思うんですけれども、それはあくまで話のネタ程度にしておいてですね、実際問題はそこで何ができて何ができなかったのが一番大事なわけですよ。で E 判定でも全然受かる人受かるんで、しっかりとね、 E 判定だからどうとかじゃなくて、内容っていうのに着目しながらですね、次の模試に向けて頑張っていきましょうと、そういうお話でした。で今日はこの辺で終わると思います。お疲れさんでした。さよなら。